さあ今回もリムロットやっていこうと思うんですけど、さあ今回ね、ドローンの移動に近くの経験値を取るみたいなのやったんですけど、ここにはないんでなんか機能が増えたのかな？ターゲティングはドローンに近い敵をね、狙うようにしたんですけど、動きは変わんないですね。で、今回はね、課題のロケランを強化しに行きたいなということで、こちらね、1回の実行で75万ダメージと。そんな不可能じゃないと思うんで、新しいものはまあ追加でもしてあるんで、適当にじゃあね、安いのやっとこうかな。これも一応買っときます。まあちょっと残してね、それこそ武器買うのに使ったりしようかなと。で、上もね、増えまして、行ける場所はこれで全部行けるのかな。あ、これ立てとくか。高っ。値上がりがすごいです。で、これね、1万5000、9000。高え、高えと。で、今回ロケラン使うんですけど、まあ、ここから出て、下にね、右下に向かっていきたいなと。どこまであるのかよくわかんないんで、まあ、右上もね、そんな行けてるわけじゃないんで、マップがね、相当広そうであるんですけど、まあまあ、潰していこうかなと、1個ずつ。そしたらロケラン。やっぱね、グリムですね。足が速いのがね、やっぱ一番いいです。前回の設定だとね、撃つのやめてるんで、一応、こうかな。ドローンが経験値拾うとかは、まあ、そもそも近いんでないかな。動きね、ちょっと、また資源貯めて買おうかな。自分の周りもあるとか、自分がいた場所に残るとか、そんな感じがあるんですけど。まあ一番欲しいのは自分の前に出てくれることですかね。まあこれ収集範囲系のやつだね。火炎放射。とりあえずグリッパつけたくないんで、まあこれかな。この強化先ないかな。結構使うんで買いたいですよね、ここまで来ると。さあ、まずは右下にね、強化しながら向かいましょう。まあ、いきなりはいけないと思うんでね。新しい敵も出るでしょうし。雷暴の武器は強いんで、あれを超えるやつをね、作んないと。前回使った武器は、ダミーでね、ダメージを計算してみたところ、全然ね、かななかったんで。ハートチャームか。まあ、これね、いくらでもありますから、先が。とりあえず、まず安定ハートチャームで、攻めきれてないかな、その点。ロケランはね、でもダメージ下がってもいいから、打ちまくる方がいいと思うんだよな。打ちまくる系で行ってみるか。画面殺して。おー、発射が減るのはちょっとないね。とにかく多くの敵に当たるように。改造していこう。ダメージ今ね、当たってないからそもそも出てないと思うんだよね。700くらいじゃない？ それも怪しいかもね。発射速、ああ、さっきのやつか。ロケランが来ると変わるのかな、取れるものが。効果の大きさは爆発範囲だと思うんですけど、前回多分ほぼ見てないんじゃないかな。前回、スナイパーみたいな使ってましたけど。さあ、まだまだちょっとパーツ足んないんでね。強くなるためにはどんだけかかるかわかんないですけど。さあ、来い来い来い。ヘリックスバレル。
まあ、これ一つ求めるとこですけど、スナイパーバレルが、まあ、これ多分ないかな。分割ですね。ダメージは下がります。クライオもね、まだないしな。さあ2発、まあやってる気するけどねこれで2じゃない、3、4、5と増やしていくわけですよ。近くの時にあんま当たんないんだよこれね。それこそ狙った方がいいかもね。遠くにいる敵に当たりやすいと思うんでね。近くなんかちょうどこの間を通っちゃうというか、それが致命的です。んー、まあダメージかな。いや回復、まあダメージかな。もうダメージは下げ切ったと思うんで、あと上げていくだけですよ。いやまだもう一回できるか。そういえば最初のボス倒せば出るんですよ、またダメージを犠牲にね、弾が増えるやつ。それでいっちゃうか。弾数いっぱいでいこう。あ、ありますね。あれ来てくれてもな。あれちょっと壊して取りたいんですけど、相棒に行ってもらうしかないね。マガジンが減るけどのやつ。この先はちなみにどっちがいいんだ。下が回復系、上だよね多分ね。エクスプローシブ、まあ、もっと広がんのかな。余裕があればつけてみたいね。ロケランにさらにエクスプローシブ。相棒が壊すことに乗ってます。よしあ、40破壊ね。まだそんなにこのゲームやれてないですから、毎日3時間ぐらいやってもそこまでね、武器というか、あのカスタムパーツそんな増えてかなさそうだね。まず1個目のボスここでね吸収していくか。倒しちゃおう。今結構稼ぎましたね。スプリットサーペント、まあいいか。マップはちょっと見ようと思ったんですけど、じわじわ下の方に近づいていますけど、まあ、まだまだでしょう。さあまだダッシュ使ってないね。そこまで危機的状況はなくて、相棒の武器が強くなっていく以上、この初期バイオはそこまでねやられないんじゃないかなと。こいつうざいよね。さあこれ弾数増えますけど、ダメージ 4.5、終わってしまうな、それは。だが、いっちゃえ。4発。これ連射数上げたいね。で、ここまで来ればですね、ダッシュするか。この時は弾数も増えやすいんですけど、4.32。弾数いっぱい、火力は壊滅的と。なんとかね、後半のボス倒したら割とダメージ上がりがちなんで、そこでいけないかな。半分の半分のでしょ今。あの 1.35、1.3、1.15、こういうのでいく。ジャイロハーネスよりもこっちの方がダメージ上がりそうじゃない。リロードな。いや、なんとかなるかな。
ダメージを強引に戻していく。もうちょいですね。あ、これ毎回できるんだ。ぐるぐる回して経験値だっけ。強制労働させられてるんですけど、あれ、まあ、ギミックだっけ。まあどうでもいいか。侍のもんもらっていきますか。いっちゃいますか。ドローン3万体、まだ3万体なんだね。逆にさあ行こう行こう行こう。痛い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 。味方のやつかと思った。あの子もエネルギーの次あんな感じの音だけど、入り口そうか、硬いもんね。まあ一発かやな。あのでかい玉食らいたくないね。よし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 。次潰しに行って、痛い痛い痛い。一旦離れよう。面倒くさすぎる。ちょっとまだ今弾数増やしてるだけだから、ロケラン本当に弱いですね。よし、連射リロードも上げれるから、なんか一発ドンといきたいですけど、これ封じ込みフェーズやったら終わっちゃうと思うんだよねゲームが。まあ近づかれた時にこれで抵抗するように。あんな前いた？聞いてないんですけど、あの先が新エリアですかね。まあクリティカル上げるしかないよね、こんなもんね。古代のカオスグローブ、悪意のエネルギーで空気パチパチと音を立てている。まずここの入場券欲しいな。いきなりここ来れんのかな、その強さ的にね。シュワシュワ。よしよし、あんま使えないからね。勝てこれ。あーでも君こ、ん？ここ今新エリアいますよね。ボス変わってると思うんですけど、あいつはやっぱ変わんないのかな。まあでもなんか新しいできる。あーなんかちょっとまずいな、やられちゃいそう。逃げるか。ここは今だ。ただまあ逃げたとてですね、あそこにいた以上しばらく出てくると思うんだよね。しばらくなんかずっとなんか分かんないですけど、前回再入場してたんで。結局は今はちょっと引こう。落ちてなくなったかな。いや出るね、出るのか、まだいるだけなのか。頼むぞドローン。もうちょいか。よし。
ここでどう取るかですね。今4.32の球数を生かしていく。発射速度上げていく。クリティカルも上がる。ここでダメージいくと 11.4 でかいですけど、発射 1.49 か。まあ上がりはしますけどね。まあクリティカルボーナスもでかいね。通常 25% ずつ上がっていくでしょ。速度は 10% ずつだよね。ダメージも10ずつじゃなかったっけ。ってなってくると、どうと、こっちか。貫通 4.6。 まあもうこれでいこう。統一しよう。5見えてきましたんでね。こういうとこで発射引いときたいけど、ちょ再入場ビビってます、今。どうしようかなと。いくか。経験チャツメのために走ろう。で暗いよ、氷、まあ、ダメージ上がるんでつけてもいいんですけど、相棒がね、持ってますからね。あいつ以上当てれると思えないしね。リロードはまあまあ早いから、一旦速さ上げときたいね。発射速度。マガジンも3になってんのもね、少ないと思うんですけど。結構これダメージいけばね、当たると思うんですけどね、数が多いですから。貫通もちょっとついたし。こっちかな。0.1 健康回復だよね。健康再生で弾丸ダメージ上がりますと。リロード速度、健康で、健康速度、健康、結果が分かんないねこれね。見てもわかんないかな。回避とかどうなってるかわかんないか。逆は回避系だと思うんで、戦闘力系だと思うんですが、連射力できついな。撃っても撃っても走れ。よし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 、いいよ。いや、爆発効いてんね、間違いないですね。分裂ちょっと怖いんで逃げつつ、押し込まれてってる。行きたい方の逆側に行ってますもん。やってくれ。いや、まずいな、まずいな。あ、来るよ。このボスまで来ちゃったね。もっと削りたいけど、ダメか。ビッカール。
早いのがうざいっすね。倒してくれ。走らせ。いや、痛すぎる痛すぎる。弾数でも5発になりました。やばい、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。なんかここで来ないと死ぬぞ、すぐに。健康再生秒1。これも、あ、これも再生か。発射速度欲しいですけど。あと弾数ね、今弾数12になってんの。どうなってそうなったんだろう。効果の大きさは気になりますが、ここは生存力でいきますか。今はよしよし、健康再生もいいですね。うーん、弾がさらにこの10、あ、戻ったか、 5.3 から3発ずるやつか。強くはないと思うんだよね。リンゴのやつなかったっけ。弾丸速度いっとくか。移動もは必要ですし、やばいやばいやばい、狙われてます。さ、ブラッドマガジンでキルで回復だよね。どっかでなんか体力減ってくるんですよね。50% まで。まあ今 50% もいってますから。ダメージいったらこれよ。もうダメージって今ないですから。そういう時もキルが回復なのにいけそう。どこにどこに今。弾数増えてるけど弾薬が増えてないんで、撃つ感覚はまだちょっと厳しいね。リロードにすぐ入っちゃう。回復してきてよ。効果の大きさかな。ここで迎えることになっちゃうな。ロケランが安定しないですね、強さが。一発いってもなんかそんな強くないし、発射速度、弾数、リロードみたいな、ダダ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 ダンっていう感じの。でもそれはそれで違う武器あるんだよね、結局。ダメージ結構いったしな。いったし、いっかな。あんだけさ、4まで行きましたから1回ね。そこからすればまあ足んないですけど、それでも。回復、あの辺回復ではない。ちょっとやばいやばい、死ぬ死ぬ、もう死んだ。多分死んでます。もうよし、危ねえ。この辺回復じゃなかったっけ。じゃあ
突端なの終わっちゃうね。避けてます。あ、ギャンギャン。前回違う場合もだったらもうここから敵違ったよね。ギャングきついな、あの遠距離きついかもな。危ない。これでそんな近寄れないしね。いた、やばいやばいやばい。よし、回復。まずいか、下に逃げれるか。まずいまずいまずい、危ない。逃げ場はないぞ、ずっと。あの突進で終わっちゃうよ。いやもう実装終わってますね、もうね。5.3。たまたま生きてますけど。弾6発。あ、ロケランちょっときついな。あ、RPG5000 体ね。ダメージ、アドダメージは。16万8000か。75万だもんね。うろうろ、今すぐうろ、こんなもんは。数じゃない。連射と直線？あと枠あったっけ？回復取んなくてもいいけど行きたいけどな。てかリロード早かったんだよね、そういえば。微塵も感じなかった。まあ連射が遅いか。効果の大きさん、ロケランならありか。使っといて、つくかな？四角ならつくかな？4.49% ね。あんま変わんないね。相棒な、いい武器をちょっと作って追加した方がいいかもしれないな。これでもそんな強くなったんだよな。プレイヤー用であってね、大したことなかったかなと。周回ね、ヘリックス貫通、そういうとこじゃないと思うんですけどね。氷とフランツがチャーはもう回復ハートしか使ってないですもん、ね、インフェルノジェット。ちょロケラン頑張るか、違うの行くか。安定感がこれ一番ない、本当にこれむずすぎるんだけど。これダメージ1点、ダメージ発射リロード1点っていう。間の時間帯で18万ダメージでしょ？絶望的じゃない？発射、あ、これだ、これもう。他を捨てていこう。回復は今死にましたね。まあどうせね、倒せなきゃ回復もクソもないですから、食らってるんでね。一個ずつ潰していくよ。やばいやばいやばい。動くな動くな。発射発射。相棒が強いか。それか。あれが弱いと思う。でも太刀打ちできないよね。始まらなくなっちゃうね。ジェットストックね。まあ、狙いでいったら近い、一番近いんですけど。炎でいいか。さっきつけてたっけ？あ、ついていたか。
まあ回復取るか。弱気な回復もないもんね、本当に。極力取らんでいいかな。そこまでなんかロケランでいけてないもんね、一回も。弱そうに見た前回のスナイパーの方が全然マシだったわけです。ここクリアできたしね。発射発射。リロードはもう早いんで、割と。弾数発射、弾数、弾薬数発射で。ロケラン耐久の時強かったんですけどね。弱くなったのかな。か、ほんまパーツの問題かもありそうですけど。一番何にもなってね、今。ライフルがああなってるんで、アサルトライフル一回使って、いいの作った方が、進むと思うんですけど。ガードね。まあ、生き残るんならここだよね。弾丸リロード。弾丸リロード。リロード。でもこれかな。勢いがまだやっぱ足んないね。ダダダダダみたいな。弾数が増えならそんくらいないと結局使えないわけで。あ、出た、これ。あいつが落とすのかな。いった。待って、めちゃくちゃ痛いんだけど。やばくない、ダメージ。50ってボスでもないんじゃない、そんなに。あいつやばいって。ちょっとちょっと撤退かな。まあ、カオスグローブで死んでますけど、さっき。今はざまります。最終的に分かれちゃうんだよね。それが嫌で。エクスプロー。これも違うよな。燃えている。燃えるんですか、これ。爆発は燃えてるじゃないですよね。あれも燃やすことはできるか、別に。持ってますし。これ今回は発射、リロード、弾、弾薬数だね。発射とは誰か。弾の速度もないと超えらんないか。速くなってんのかな。俺結構速くしたつもりなんですけど、変わってる気が全くしないね。貫通こっちかな。アビリティ。じゃあこっちに挑む理由もあんまないんで、どうしよう。まあでもちょっと上行く？取れてないものはいっぱいあると思うんですけど。あと最初のボスかな。前回ね、言うて途中逃げてましたから。こっちでもこの目って出ないんだっけ？出るっけ？今後こういうとこ行く以上、初期から強くなってないとダメでしょ、結局は。そんな強くなるんかな。後半の武器が死ぬほど強いとかだったら、ね、カスタムゲーとしてはつまんないですよね。最終的になんかハンドガン、初期武器でも、ピストルでもとんでもないものが作れるみたいな。じゃないとバランスとして終わってるわけで、どうなってくるんだろう。リロード。リロードかな。
弾薬の速度が遅いね。この辺怖っやりづらい、やりづらい。上にとどまりすぎると蜂が超出てくるんで動けないですし、でも人見てなくなったね、あの嫌いなやつ。まあどっちにせよね、遠距離出てくるんで変わんないのかな。うわ、出た出た出た、50ダメージだ。強化がね、なんか枠製なんで枠に入れていく感じなんでね、そんな全体パラメータ上がっていかないかな。どうなんだろう、あれもめっちゃ高くなってくるのかな、迷い値回復みたいな。ヘリックスはちょっとないので、でこれもないので一択になってますね。荷重ストック、リロードいらないけどな、他のだとちょっと違うので狙いとしゃあないか。よし、よし、あと足の速さ重要だね。ボス戦の時いつも思いますけど、どうしようもないもんね。やばいよ、怖いよ。めっちゃ受けてますね、なんか 20% でよく受けてんな。 20% ないですけど、あれだと 10ちょいじゃない。いった、詰まった。あの分裂がね嫌ですね。ロケランマジ天敵なんだけど、いや遅いんで近づかれちゃう、そう倒しきる前に。やばい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 、痛い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 、あーまあまあまあ、8来て8、50ダメージ、危ないよ。序盤のこの無能感がひどいなどうにかならないんですか。爆発がいっぱい出すしかないか。ないんだよね、発射速度が全然。まだやめとく、こっちでいいか。バリルがね、変なやつも消えたんで、そこは問題ないですね。まあ、取らないやつ消えたんでね。もう経験値集めたいけど、ありますか。あ、弾丸速度来ました。これ行きましょう。あんま変わってる気がしない。これも今時間かけて何も変わってないかもしれないねもしかすると。さっき上にタレットあったんで、あれで経験値集めようか。あれ？これ1体目な？あれ1体目やったっけ？やってないよね。ずっとなんか長いなと思ってましたけど、1体目なしなの？ちょっと待って、それはここに行っちゃいけないのかな？あれ？ない、戦ってないよね。強化回数、あのボス頼りにしてるんだけど、やばいよこれは。給料日一回飛んだくらいの大変さよこれは。振り込まれてないんですけど、やばいやばい、50ダメージいった。50ダメージよりいいでしょう。アーマーちょっと上がってるからね、減ってると思いますけど。あいつ自体も23ダメージ食らうんだけど、あいつがボスじゃん、もう危ないよ。
リロードもいらないよね、リロードなんて。よし、これ1個目なん、ちょっと下行く、一旦行っとく。これでいっか。ちょっとなんもないな、発射速度ないっすね。1個目だもんね、発射速度って。まあか、あれか、1個目発射速度じゃないか、汎用にあるかな、たまたま今なかっただけで。あー、まあこの辺かな、分かりますし、相棒も一緒に行こうね。1ダメージだとは言えないか。あばばばばば、ロケラン地味だな。なんかロケランが一番地味なんだけど、今のところ何にもなってないね。周りやばい、周り。よし、いただいて、どうにかロケラを持っていかないと。マガジン、マガジン、ちょっと発射も欲しいけど、マガジン3発がきついね、そもそも撃てない、そんなんじゃ。お、来た来た、マガジン、弾薬ラックでしょう。うん、まあそこですかね。強さだけならクライオいいですけど、相棒の武器をこれに更新するっていう名目なら欲しいけどね。多分これ相棒超えないと思うんで、ちょ一回下行ってみますか、出てくるかな。最初の時間はやっぱあそこにいないといけないんですかね、初期バイオームに。あれ出てないよね、今日休みだったのかな。やばいやばいやばい、痛い痛い痛い、出てこんか、まあ、出てくるわけないよね、出てこなかったんだから。まあ、上に戻りますか。ギャングギャングじゃないやつの方がなんか弱かった気がするね。まあ、武器がたまたまね強かっただけかもしれませんが、回復上げとっか、さっきの半分もない。0.1、 まあまあまあ、アーマーがつけば10秒で1回復するんで、今でもね。よし、こうかな。インフェルノジェット、他のやつやばくない、ちょっと。あれ次出てきたら積みかねないですけど、うちが。さあ、1本の強さはすごいですけど、まあこれなら前回のスナイパーの方が圧倒的にすごいですね。ああ、こいつか、ブレス、これがビッグカールの代わりだよね。痛い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 、よし、オッケー、8いるか、
デガバチいます、めっちゃいます。で、そうね、食らうね。発射発射、これ確定。まだ2か。ライフルとか言えば6 SMG とか60とかいくはずなんで、まだ2です。2これだよね。弾丸寿命、まあ寿命はすぐ尽きちゃうと思うんですけど、ダメージ受けたら上がるわな。もろはすぎるよねこの回復力で。ダメだね、それダメだ。アーマーが100くらいあればできると思いますけど。ブラッドマガジン、まあ、エネルギー的に説得力のあるやつでいこうか。バレルがさっき行かれたやつしかなかったんで、ここですね、取っとかないと。マガジンはそんなひどいのないからね、大丈夫でしょう。弾ダメージもいい、87、800くらい欲しいですけど。さあ、ちょっと良くなりましたか。壊すやつだよね多分ね。まあダメージダメージ、全部破壊すれば何かあるはず。前回やったっけこんな。めっちゃあるんだけど、破壊してみますか。発射速度いいね、こっちよりは。まずはよし、こんくらい来たら使えますよ。リロードめっちゃ早いんでね、もう。おっと。なかった、今。まだ左下あるから、そこもやんないといけないかな。左下すぎるよ、ちょっと。もうちょっと。もうちょっと右の方に来れなかった、これ。誰が作ったんだろうな。いや、そこやりづらいんですけど。頼むよ。よし。もっとあれっぽいよね、あの感じだとね。やばいやばいやばい。これまずいよ。敵なんか早くない？ちょっと。つらいなぁ。スプリッティンしちゃうか。まあこれは別に下がるわけじゃないから、オリジナル自体は。オリジナルの低いダメージってだけで。しちゃうか、スプリッティン。これいっぱい打って、こう分裂します。さっきは弾数ならこれはね、一本のやつを早く打って、強くして、なんとかしてもらって。ダメージ、いや、ちょっと弾丸速度持っていこう。
極超音速で、ああこいつか、このロケは極超音速までね上げていくんで、ね、弾丸、まあダメージいきます。サイズかな、まあ、前サイズ上げたことあるけど美味しくもなかったんでね。こいつに前負けなかったっけこいつに負けた気分かるロケなんで、負けたか瀕死まで追い込まれた。ボス戦の後すぐ死んだらもうそれはボスに負けたのもんなんでね。いやこれ多くの敵に当たるでしょ、これ今のロケなんなら。発射発射、リロードマジ早いんでね。よしよしよし、やり方がもうライフルとかそんな感じだったんですけど、まあ、ライフルとかは距離のね厳正があるわけでしょ、ダメージの。ロケランはねないわけですから、ついたところで咲き誇るんで、その点いいんじゃないかな。発射まだ行くか。お、発射弾数か。で、移動上がりますね。んー、でも発射、あれも同じ？同じか？同じだね。クリティカルボーナスもでも大きいよね。こっちにしましょう。ダメージ結構高いんでね。クリティカルさすがに。今更いただいて。ちょ、これさ、盾つけときたいんですよね。先に。あげます。全く出なかったんでやりようがなかったけど。痛い痛い、ちょっとマシになってきたかな。相棒の武器はね長らく変わってないんで、相棒更新もしないといけない。相棒の武器を作る回をね、回避、いや結構あるの嬉しいんだよな。体力結構あるんで下げてアーマーとダメージこれでいいでしょう。そもそもフルになることもないでしょうし、飾りみたいなもんですよ。遠距離戦隊、遠距離で戦敵、逆にまだそんなもんなんですか。ドローンをさっき5000とかやってなかったっけ。で遠距離で1000サボりすぎじゃねえだとしたらまずいですね。今どの辺だろう。アーマー上げたろ。19、入り口すぎる。じゃあ上行こう。上北上します。北海道へ。おっと、なに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 、なんかなんかあるんですけど、あれが新しいタワーか。えげつないことするね。で地雷はもね前からありますけど、よし、ニューパーツ集めていかないとな。前回ねほぼ何もやってないですから、キワキワのラインでずっと移動して最終だけ来たみたいな感じで、今回はもう奥まで奥まで。もう地雷食らった。よし、上げといて、まあまあまあ、これだね。発射速度。できる限り今上げれる限り上げといて。上ってちなみにまだなんかありそうだけどな。左上ね。あ、でもここ入るやつだから、あ、でもあんまないか。いや。あれくらいなら一緒。お、守るやつじゃん。久々にやろうかな。おー、危ない。あー、そうそう、じゃあやめやめ。これさ、敵次第じゃない正直。あの遠距離の瞳のやつとかもね、あそこに向けてめっちゃ撃ってきたけど、前に。こいつさえ来なければなんとかなったと思うんですが、タイミングよりいたら開かなかったですけど。
やうざいうざいうざい、ちょっと辺の敵ちょっと弱くしてほしいね。クリティカル上げとこう。ほぼ上がってない、チャンスが。ボーナスもそうですけど、チャンスが全然上がってないですから。逆でもいいのかな。ダメか。ベッティ、ああベッティの次だよねボスって。進めで進めで、どんどん、あばばばばあばばばば、あれベッティのやつか、上のやつはタワーのやつだね。あばばばば、両方から、両方からベティから一旦逃げて、ステルス効果持続時間っていうのが炎とかか、自分の強化とかあんまないと思うんですよね。青いっぱいありますね、ちょっと行きたいね。弾丸速度もめっちゃ遅いんで、も本当に走ったら追いつけるんで、今ロケラに追いつけちゃうんでね。結構取ったんじゃないかなって思うんですけど、42で武器が揃っちゃう、これがね、有識も、もうドローンこっからまだまだ上がってきますから。よし、この硬さで雑魚の攻撃は効かないのよ。最後か、殻のマガジンごとのダメージ上がるとかね、さっきやって。いよいよこれ結構期待できるけど、75万ってさっきより相当上げないといけないんだよね。ノックバックはないと。これかな。まあ回復なんてね。もう耐える時代なんで、今は根性で。まあ、ダメージいいか。あ、来たけ75万。あれもう75万なの。そうか、さっき時間で言ったらこれよりちょっと短いくらいじゃないっけ。ヤングギャングがベッティだっけ。ギャングギャングの顔か、ボス順がもう分かんなくなってます今。1回目出たっけ出たのかもしれない、もしかしたら記憶にないかもしれないな。ベティ最後のボスだよね。ギャングギャングじゃまだあれか、早いもんね。まあいや、マガジンあげます。めっちゃ撃てるんで今、マイボーみたいなのやって撃てないですけど、将来ああなりたいよね、ロケなんで。まあ、その武器がね、今回ので増えますから。やっぱダメージアップと、いや、速度か。それ、かなわないですね、それにはね。弾丸速度持っていこうか。よし、結構これ届くんじゃない？相棒もすごい頑張ってますからね。テスラチェーン、知らない、それを。
この辺来てないね。ちょっと踏み抜いといて。あ、真ん中ら辺開けとけば大丈夫でしょ。まだね、危ないよ。あるある。まあこういうとこにね、武器になる。おお、危ない危ない。いった。弾丸速度、マガジンでしょ。ここは上げてきた発射速度ね。最初の3発無駄でしたけど、最初の3発の時はここまで上がればいけます。弾丸速度、今更上げたろ。マガジン来ましたね。まあ、最初出なかったからね。まあ、でも、クリティカル、行こっかな。ボーナスね。ダメージの代わりみたいなもんですから。RPG15000 体。もうそんな倒したんだね。あ、武器だ、武器。痛い。見えない。危ない。今何が起きてたあそこで。あ、出てきちゃった。いや、武器欲しいけどな。知らない武器の可能性ありますからね。いや、ボス来ちゃったら取れないよな。クリアするメリットこっちもあんまないんで、攻め込みたいな。さっきとどまればよかったね。死にそうだから引いちゃったけど。誰か雑魚が多い時間帯か、多分あのタイミング、ボスあたり一番多いですからね。てかタイミング悪いね、守るやつしかり。いや、これ、しょうがない、対応。当たってないの、これ、今、どうなってる。よし。あいつを倒すより優先することがね、ありますから、今、それを実行しまして。変わんないな、これ。ブルトそこまで上げてきたってことですね。弾丸速度いこう。なんかありそうだな。よし、このままでいいね。行ってみますか。壮大な巣の不毛地帯。あ、これ新しくスポーンする場所だ。やばい。44か、時間かかるな。つまりとしたので、倒しちゃうのも問題かな。あれだよね、さっきめっちゃ食らったの。やばい。よしよし、倒した。
ちょうど倒した。ミッション志向のね。ロケッティア。いやー、いろいろ取れましたね。